はい、ではね、ちょっとスケール機の方をね、飛ばしてみようかなと思います。車の横はね、そう風が当たらないんでね、風の強さわかんないんですけど、まあ向こうの方見るとね、ススキが揺れてるんで、多少なり風が吹いてます。で、これね、このストーブ、だいたいこのカセットガス、これ本当はこれね、冷たくならないようにしたいんですけどね、それがね、その機能がついてないんだよな、これ。だいたい1本でね、3時間ほど持ちますんでね。あ、これ逆からか。はい。これはね、逆からなんだよな。はい、電源を入れて、そして、まあ、水平なところに置いて、そして、電源入れての、上げ、下げ。バインドできます。でね、今ちょっと風が強いんで、先読みしてね、このフライトモード、スピードですね、これを今2回になったんで、はい、3回で1に戻りますんで、風の強い日はね、2メーターはちょっと厳しいな、1メーター以上、1メーター以上の風があるときはもうこの3にしてないとね、もうあっという間にね流されるんで、気をつけてくださいね。これ後ろもほんとそこから、いっちゃいいんだよな。はい、はい、じゃあこちらでちょっと、これほんとあれだな、撮影とかも、写真撮影もね、こういったところで撮るといいかなと思います。はい、じゃあハの字ですね、ハの字にして、そして上げていきます。でエレベーターでダウンですね。ほぼ 80-90% エレベーターダウンで今止まってます。あ、流されてきた。あ、今点滅してるってことは電池は急に減ったのかな。寒いんでね、ちょっと赤ランプ後ろも点滅してますね。充電しておけばよかった。とりあえず今ほぼ 90% ぐらい、もう 100% ですね今。風の強さでね、もうこれ以上吹くと押し返す、流されてしまうんで、なるべくね、飛ばすなら風上の方に飛ばす、風下の方に飛ばすね、もうね追いかけないといけないんでね、風上なら近づいてくるんで、その時にね、もうやばいと思ったら下ろせばいいんで。で、行動安定は、してますね。ちょっと流されてきたな。あっと。あ、電池切れでちょっと落ちたな。こんな感じでね、点滅しだしたら、ある程度は飛ぶけど、電池切れると、スコンと、ふわと、電池なくならないんだな。もうスコンと、電池っていうか、モーターがね、ストップするんだな、これ。初めて知ったんですけど。はい。普通ならね、こちらのね、分なら回転数がどんどんね、落ちていくんですけど、これはね、完全にモーターカットが入ってしまう感じなの。メモリ的にはまだね、2あるんですけど、おそらくやっぱし寒いんでね、電圧が、電池が温まってないんでね、それの、せいだと思います。なので冬場は室内でね、飛ばすといいかなと思います。で、今もね、ここ草地っていうかね、芝生だったんでね、いいんですけどね。アスファルトでね、飛ばすと、やっぱし、傷がすぐ入っちゃうと思うんで。はい。飛ばす場所もね、考えながら、飛ばすといいかと思います。で、本当に流されたらね、すぐに、なるべく早めにね、下ろすようにした方がいいか、風があったらね、もう飛ばさない。飛ばしたいのは分かるんですけどね。機体をね、どっか草むらに落とすとね、なくす恐れがあるんでね。そういった場所を、見晴らしが良ければいいんですけどね。はい、そういったところでなくさないように、気をつけながら、はい、飛ばしましょう。はい、そんな感じですね。はい、とりあえず、風でも一応飛ぶと。あとは、ないですかね。はい。じゃあと、そうですね、いろいろと
まあ、これもねちょっと塗装にそろそろ入ろうと思うんだよね。はい、そんな感じです。はい、以上です。